さて、まずは外見から見ていきましょうか。なんか今グラッと外見から見ていきましょうか。こちらがあれ、下がってる下がってる。ちょっと待て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 、ブレーキ、これが先頭ですね。ちっちゃいスティームロコモーティブ、こちらが先頭になっておりまして、ライトつけようか。あ、ライトちっちゃい。これ光ってんのか光ってねえのかよくわかんねえな。こんな感じになってますよね。そしてだよ、横にずらしていくとこんな感じですね。タンク車をずらりと1,2,3,4,5,6 とこんな感じになってますけども、これを果たして引いていけるのかどうか検証も兼ねてですね、このちっちゃい、このちっちゃいタンク車よりもちっちゃいこの機関車で、タンク車の2分の1ぐらいじゃないかこれ。これでね、いけるのかどうかやっていきたいと思います。 SLM 自体ね、運転難しいのにこの重たい箇所を引くことができるのか。よし、行くぞ行くぞ。いいか、まず圧力を送ってあげて、なんて言うんだっけこれ、転換器って言うんだっけ、方向を変えるやつね、前進バックと、これをちょっと上に上げて、そしてブレーキを緩めとく。圧力が、ちょっと待て、圧力が下がってくる。よし、こんなもんか。これで進まないかな。行くか。行け。下がってる下がってる。頑張れ頑張れ。頑張れ。よしよし。よし、いいぞ。重たそう。頑張れ。頑張れ頑張れ。いいよいいよ。はい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 。はい。ゆっくりね、今走り始めましたよ。はい、ゆっくりゆっくり。あー遅い。先に行ってようか、この辺に。この辺にちょっと待機してましょうか。海を眺めながらね、この辺にちょっと撮り鉄風にこう待ってましょうかね。こう海をバックにこんな感じで今やってきますんで、こんな感じですかね。ゆっくりゆっくり今加速してるのかしてねえのかよくわからねえぐらいの感じでゆっくり来てますね。これ圧力を保っていかなくちゃいけない。この160付近を。遅いなぁ、まだかなぁつってね、しびれを切らしてますけども、遅えなぁつってね、試し撮りしちゃうんだみたいなね、こんな感じで。遅いなマジでマジで遅いな。なかなかいい感じに来てるんじゃないか。進んでる、大丈夫？進んでる？大丈夫か？
ゆっくりね、今来ましたけども、ちょっと息苦しそうだぞ。この辺で1枚パチリと。はい、なかなかこの釣り合いな感じね。おお、意外といけるもんだな。これから先はちょっとね、上り坂に差し掛かってまいりますので、圧力がだいぶ下がってきちゃったな。石炭を投入して75ぐらいまで上げときますか。あ、大丈夫か。こんな感じでね、加速しないぞ。今圧力は162まで上がりましたので、なんとかこれを保っていきたい。あ、これ下が、うん、163まで上げたいね。で、こっちが75まで達しましたので、石炭は一度閉めて、遅いけど仕方ない。これは圧力もだんだん上がってきてますんで、今ちょっと音が変わりましたよね。変わり始めたらちょっと圧力上げてみましょうか。うん、いいですね。あ、まずい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 。よし、そんなもんだ。今上り坂ですね。上り坂。まあ、下りか。下りですね。下りなのでこのまま惰性で行きますか。これは惰性で行けそうで、その間に圧力をちょっと高めて溜めていかなくちゃいけないですね。まあ、16マイル、マイル表記なのか。そして駅があと 0.1 マイルぐらい、100メーター150ぐらいかなので、徐々にねブレーキをかけていかないと。もうちょい、こんなもんか。うん、難しい。なんとか
止まれた。なんとか収まってますよね、ホームに。これ圧力があれだな、下がってきたな。今安定したかな。では出発しましょうか。なんだこのマークは。人のマーク、人のマーク出てきた。出発しましょうか。待って、もうちょっと待って。163ぐらいに行ったら、見てますよ、コメント。おはようございます。で、出発しますよ。これを圧力を高めて、これを前に、あれ、こうか。進まない。進まない進まない。頑張れ。ここから上り坂になるんで、助走つけていかないと登りきれないですね。ゆっくり行かないと。行ってますよ。下がってきちゃう。圧力下がってきちゃう。まずいまずい。まずいって、これは。それはまずい。こうか。こうかな。え？どっちだ？これまずいな。ここを保とう。せめてここを保とう。160台を。さすがに上り坂は厳しいもんがありますね。今おばあちゃんが歩くぐらいのスピードで前には進んでいるけども、これきついな。進んでな、いや進んでるけどスピードが落ちてきてる。こんなもんか。こんなもんか。どうだこれで。シュー音がうるさいって。進まない。圧力が、今圧力 162psi なんで、163まで持っていきたいですね。下がってきちゃうな。圧力を貯めたいから、ちょっとこっちを抑えればいいのか。
そろそろ163まで。ちょっとずつね、上げていかないと。もう今ね、引っ張ってるこのタンク車が重すぎなんじゃないかっていう疑惑が発生してますけども。そういう配信なんでね、今試しに引かせてみるっていうね。まあ 0.7% ぐらいの上り坂になってますね。お、圧力が164まで上がった。ちょっとずつこっちを上げていくか。すげえ遅え。あ、まずいまずい。これはまずい。あ、まずいぞ。これ下がると一気に下がってくんな。水か。これ水もどんどんね、減っていっちゃうんで、考えて使わないと。ゲームオーバーになりますからね。うん、圧力下がるな。抑えて。緑にならない。こんなもんかな。あ、治ったね。緑になったんで、これでまたしばらく圧力を貯めていって、いや私も素人ですよ。なんとなくこんな感じなのかなっていうので走らせてますから、プロからしてみたらこんなの何やってんだ、そんなんじゃダメだよみたいな感じになるでしょうね。そんなんじゃ機関車が壊れちまうよみたいな、ね、あ、まずいまずい、これだよな、これなんとかしないと。まずいな、これが一気に下がってきちゃうんですよね。水が 65%160 を切ってしまうと一気に、あ、安定した。一気にスピードも落ちてしまうんで、このね、バランスが難しいですね。この何とも言えないバランスが非常に難しいです。今平坦なところまで来たんで、ちょっと圧力を上げて
ここでスピード稼いでおきましょうか。さっきみたいにね、止まりそうになっちゃうんで。あ、まずい。これだよな。なんか圧力下げればいいのか。ブロワーって書いてある。圧力が上がったぞ。これは加速しちゃっていいのかな。下がってくる。めちゃくちゃ下がってくる。音はいい感じですよね。シポシポいってますよね。シューシューいうのが一番いいらしいですよ、今の状態。圧力を溜め込まないでうまく逃がしながら圧力を高めていくっていう、この状態が。これは砂巻きか。砂はいいか。加速してるので、あ、また圧力が下がってきちゃう。これ難しいんだよな。これでブロワーか。まず下がってきちゃう。うん、なんとか17、これ17キロだろうな、キロメートル。17キロ、ちょっと並走する車と比べてみますか。こんな感じですよ。ここ今、車走ってますけど。いや、これ17キロじゃないな。マイルだ。どっか書いてないのかな。マイル表示だとは思うんですけど。このモード。なんかスピードメーターないかな。これか？これ？あ、バグった、バグった。バグった、バグった。あれ？バグった。バグっちゃった、バグっちゃった。ちょっと。方が、
頬が鳴りやまない。やまない。ああ。ちょっとうるさいうるさい。ずっと鳴ってる。ずっと鳴ってる。あれ？まだ鳴ってる？ほうほうずっとこれこれこれ、あ違う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 、これ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 うるさい。そうじゃなくて、ちょっとドライバーズインジェクション、ちょっとこれうるさい。あ、ほら水なくなってきちゃった。ちょっと何これ、これちょっと鳴らしすぎだって。鳴らしすぎ。おかげさまでなんか順調に走ってますけどね、鳴らしすぎだって。バグっちゃった。ちょっとこれじゃないよ、これじゃないこれじゃない、これこれこれ、これ。これどうすればいいんだ。これだよね。どっか引っかかってんのかな。あ、ダメだこれ。何かを注意しながら走っている。うるせえこれ。この SL うるせえ。なんか子供がいたずらしてる波にうるさい。おかげさまで順調に走ってますけどね。ほら順調だよ。ちょっとうるさいけど、煙、そしてこの爆炎ですよ、爆炎。この状態が一番いいですよ。うん、ちょうどね、圧力もいい感じに、もうちょっと開けた方がいいのかな。水が足りなくなってきた。危ねえ。これは何？バグ？バグですか？これ。これ関係ないか。どれだ？
これ砂でしょ、これがブレーキで、これじゃないか。あ、圧力が、圧力下がってきちゃった。これがブロワー。ちょっと待って、ここで写真撮りたい。スピードはなかなかいい感じに保ってますね。これだよな、問題は。ホイッスル、ブレーキって書いてある。めちゃくちゃうるさい。これが一番静か。今どんなところを走ってるのかなっつってね。おお、川かな、これ。これ川ですかね。国道的なのがここに走ってますよね。相変わらず鳴らしてるな。めちゃくちゃうるさいんですけど、これはどうすればいいのかな。これもう、あ、次ここ止まるじゃん。止まってみよう。止まったら治るかも。これにしようか。どこに止まる？あそこに止まるのかな。ここですか？これか。あ、ここか。ここでじゃあ待ってますかね。ずっと鳴らし続けてて、そろそろ、いや、そんなに鳴らさなくてもな。2人しかいないからね、人。あ、3人いたか。3人、4人、5人。はい、危ないですよ、つってね。すげえ、なんか、すげえのが来そうだけど、鳴らされまくってて。これか。こうか。これで
鳴り止むかな。鳴り止まない疑惑。鳴り止まない。はい、鳴り止まない。あ、下がってきちゃう。これどっかあれかな、引っかかってんのかな。鳴っちゃうな。どうしたもんか。一回セーブしてみようか。セーブしてやり直してみる。そしたらワンチャン直ってるかもしれないぞ。で、ここでまた、あれ？どれだっけ？これの、フリーだったっけな。これじゃないな。これでやってたっけ。どれだっけな。クイックドライブ、あ、これでやった、あ、これでいいのか。これ。はい、いってらっしゃい。さっきのとこから始められるのかな。治ってない。あ、治った。鳴り止んだぞ。ほら。やり。それではね、出発ということでね、鳴り止んだことだし、行ってみましょうか。圧力貯めとくか。行きましょう。出発。あれ、あれれれ、あれれれ、あれれ、
あれれれれ進まない、坂道だこれ。よし行くぞ。下がるね。行け。いけるか、いけるか、頑張れ。いけるいける、頑張れ頑張れ。ちょっと休ませようぜ。踏切塞いでしまって申し訳ない。行くぞ、気を取り直して。頑張れ、頑張るんだ。あー下がってきてしまうな。
砂巻いてブロワーを使って辺かな。10% ぐらい。これでどうだ。これでどうだ。どうだ。これで下がる。下がっていく。下がっていく。下がる、頑張る。あー、これはダメだな。もう一回。もう一回行きます。よし、今だ。これでどうだ。砂をまく。動き出せ。いけるだろ、これで。あれ？これ下がるか。下がってきちゃいますね。助走つけた方がいいのかな。ブレーキを完全に抜き切らずに、じわじわと行く感じ。助走つけるか。
まずい。水がない。これまずいな。前に進むんだ。下がってきちゃう。下げるか。下げよう。この位置に止まったのが間違いだった。一旦平坦なところまで下げます。ここまで、あと 0.2 マイル付近まで。この辺でいいだろう。もうちょっとか。よし、ここ平坦だぞ。平坦。よし、こっからだ。
勝負だ。上り坂と勝負だ。あれ下がってきてる。ここからだ。あれ？厳しいな。圧力がなくなってしまう。保ってるよ。これはまずいのか。
1.5% だからね、このまま乗り切れればいいんだけど。乗り切れるかな。あ、やばい、圧力が下がる。やべえ、止まっちゃうよ。あ、止まる。まずい。圧力が下がっていく。ここの坂を登り切っちゃえば割と楽なんだけどな。水だけがなくなっていくよ。
水がない。これで乗り切れるんじゃないか。水がないよな。やっと平坦なとこに来た。よし。まだちょっと油断はできないけども。安心。危ない。ちょっと圧力かけるか。あ、まずい。下がってきちゃうね。上り坂だ。またしても。
難所ですよ。あ、ジュンさんこんにちは。難所です。ここを乗り切ればね、なんとか。長いな、でも上り坂。長い。洗濯物を真っ黒にしていく配信と聞いて、はい、洗濯物どころか顔まで真っ黒っすよ。これ以上スピードが出ません。F1 のモヤはこいつが出してる気がする。やっと安定してきたわ。平坦なところで。やっと平坦になった。あー長かったー。やたら苦戦してますからね、これ。長かったわ、マジで。本当に長かった。長かったんですよ。
2回、うん、1回か、1回バックして2回目のバックがあの平坦なとこまで戻して、でちょっと勢いをつけてやっと登り切ったっていう状態ですね。長かった。あの SL なんで、この右の PSI ってやつが圧力で、そしてその圧力をだいたい163付近を保ちながら、こっちの要は転換レバー、前進後進でその調整が効くんで、ここ微調整しながら、この左のこれがスロットルですね。圧力をどれだけ動力動輪に伝えるかで、今赤くなってますんで、これがマイナス減っていくんですよ。圧力が減ってきたんで、スロットルをまず戻しつつ、この転換レバーをニュートラルに近い状態で、これでもダメな場合はこのブロワーってやつ、これを使うと、簡単に言うとブースト的なやつなんですけど、あぶね、一瞬止まったぞ今。そうなんです、電車は簡単に言うとモーターの回転するモーターの制御をするだけなんで簡単なんですけど、さてじゃあ駅に停まりましょうか。もう何時間配信やってんのっていう話ですけど、駅に停まりますんで、これを戻して、これを転換レバーをマイナスじゃなくてニュートラルにして、このまま惰性でいけるかな。でちなみにこの圧力を保つために蒸気機関車なんで、石炭を燃やして、で水を加えて圧力を、水を沸騰させて圧力に変えて、その動力として使うってことなんで、水と石炭の量もあらかじめ決まってますね。今水が121ガロン、石炭が 2.22 トンで、さっきのブーストみたいのを使うとその消費が激しいので、何回かこの SL モードでやってたことあるんですけど、だいたい水がなくなりますね。水がなくなるとゲームオーバー、目的地に着く前に水を使い切ってしまうという大失態ですよ。止まりましょう。止まるときもね、圧力をこうゼロにしてあげるとブレーキがかかりますよってことですね。でこう緩めると、圧力を緩めてあげるとブレーキも徐々に緩まる。なので今みたいに上り坂だったらこっちの動力だけいじってればいいんですけど、仮に下り坂の場合はこのブレーキの圧力を使い切らないようにうまい具合に調整しつつ、この転換レバーで直
調整してあげると暴走機関車にならずに済むってことですね。では停車してる間に水の補給をしましょう。圧力を上げすぎると自然にその圧力を逃がす弁が働いて圧力を逃がしてくれます。それがこれで言うと 170PSI。 さあちょっとちゃんといけるかね。今止まってる場所が上り坂1パーミルぐらいなんで、当然ここでブレーキ緩めると今ニュートラルの状態なんで下がるはずですよ。今下がりましたよね。はい、下がっちゃうんでブレーキをちょっとかけつつ、これぐらいかな。ここで待機しておいて、水がなくなってんだよな。これ水どっか補給するとこないのかな、駅とかに。給水塔っていうのがあるんですけど、ここはないのか。なので、本物、これ本物であれば、本当はこの、あ、またプシャーってなっちゃった。本物であれば、このボイラーの中が熱すぎると、要はオーバーヒート状態になってしまうので、壊れてしまうので、こうやって液で冷やしてあげるんですね、止まって。では、出発しましょうか。出発しちゃう？水がどんどんなくなっていくよ。では、ブロワーをかけてあげて、だいたい 20% ぐらい で出力を上げると、ここでブレーキを徐々に離してあげると、この辺でいいかな。これでいけるか。いけるはず。もうちょっと緩めるか。この辺でどうだ。下がってきちゃう。いけるか。頑張れ。あ、やばい。圧力が170に達してしまった。あー、止まるな。あー、止まっちゃうか。いける。頑張れ。よし、ここでブレーキを緩めていく。よし、いいぞ。あ、止まる。ちょっと待てよ。この加減が難しいんですよね。発車するときのブレーキの加減ね。このぐらいでいいのかな。よし、もう一回行くよ。ブロワーをかけてあげて、6% 前進になってますね。それで出力を上げると、そしてブレーキを緩める。
今166まで行ってるから、ブレーキ緩めて、ここでスロットルをじゃなくて転換部をこれで行けるか。下がるね。これでいけるか。ここで止まってる。水がなくなっていくよ。もう65。よし、これでいけるか。いけ。下がってくる。これいけるかな。いける、これいけんじゃない。圧力も下がってきてるけど167だから、スピードも下がるか。よし、この圧力を保ちつつ、そうだそうだ、もうちょっと我慢してくれ、圧力が上がるまで。下がってくるな。あ、水がないよ。水がない。あ、やばい、止まる。頑張る頑張る。止まる。止まっちゃう止まっちゃう。なんとか持ちこたえてくれ。
とフルスロットルだと圧力が逃げちゃいます、ね、あ、圧力が下がってきちゃいます。かからない。これで100にしてこっちだけで調整しても下がってきちゃうんで、あーやべえ、 やらかしたやらかしちゃった。お子さんのグレ、お子さんいないんじゃないの。グレ投げててこれを爆破する気ですか。この中に列車砲のに使う燃料入ってますからね。いやーこれ下手くそだな。大体分かってきてるつもりなんですけど、水がないや。水ないっす。ゲームオーバーだ。あ、なくなりました。あっけないでしょ。水なくなるとこうなるんですよ。
水なくなるとその場で終了っていうね、これなんですよね。はあ、これでやってみようかな。これなんだっけ、エディット、ちょっとねさっきのちっちゃい機関車だったんで、ちょっとあれはね無理があったね。うん、だいぶ無茶してた。ワゴン、あ、そういうことか。え、違うな。ディーゼル、スチーム、これか。これあれが、テンダーがないな。テンダー、テンダーって後ろのこの後ろにつくやつ、これさっきのやつですよね、ちっちゃいやつ。テンダーどれだ、エレクトリック、ディーゼル、ワゴン、テンダーないんですかね。これ違うよな。え、これで1両、いや違うよな、テンダーないのかな。ないなあ、これは。これ違うよね。テンダー、この中にあるとか、このワゴンの中に。ハムコーチ、違う。ビュレットカー、ポッパー、これコンテナーですね。この辺にあったりするのか。タンカーか、ウェーブ、トランスコ、ないなぁ。この辺の、これもコンテナか。これ客車ですね、うん、なんか古そうな客車。あ、これだ、テンダーって書いてあるわ。これトーマスに出てきそうな感じですよね、この機関車。これ単独でやってみようか、それともまた無茶ぶりをするか、さっきみたいに。これちっちゃいな、何これ、ミネラルワゴン、バン、ブレーキバン、車掌車ってやつかな。チェアカー、ユニオンパシフィック、これさっきのやつか。なんかないですかね。ホッパー車か、これは。で、コンテナーですよね。二段重ねのコンテナー、×2って書いてある。へぇー。チェアカー、これ、あ、これ古いやついいじゃないですか。なんだこれ。これ、あ、回せるんだ。外観を。あー、イエロー、あ、これは出てきたな。コンテナーですね、この辺は。ダブルスタックカーっていうのか。これホッパーでしょ。いろいろあるけども色違いか、若干形が違うぐらい。タンク1万6000ガル、ガロンか、1ガロン 1.8 でしたっけ。8リッター、 1.8 リッター。これはキャブース、バン、シルバー、ワゴンスティール、 PS ビジネス、サーフライナー、
カフェ、コーチ。で、テンダーで、さっきのやつか。もっとあるじゃん。この辺見たか。エコムーブって書いてある。あ、連接ってことか。さっきのこれをこっちにつなぐと。なるほどね。この辺は同じだな。この辺にしよっか。なんか古めかしい感じでいいんじゃないですか。なんか書いてあるな。ウエスタンメールって書いてあるな。郵便か。これにしましょう。違う、こっち。で、役向きとかにもできるんだね。なるほど。これもメール、郵便ですね。なんか違うのかな。若干、あ、製造年月日的な、それだけ。これをつなげていこう。こうか。今何両になった。 1,2,3,4 4か。もっとつなげたいね。これは客車なのかな。こうかな。ブレークサード、これでいいか。こんな感じでね、7両ぐらい。1,2,3,4,5,6,7 7両ぐらいつなげてやっていきましょうかね。うん、さっきと同じコースで。スタートは、これでしょ。これを選びの、ん、これは、いや、そうじゃないんだな。さっきのはどうやって選ぶのかな。いや、これでいいはずだな。もうそう、終わり終わり。あの、事故った時の盛大な感じは面白いのに、水なくなった途端なんかしらけるっていう、あの終わり方ね。こういうゲーム、船バージョン、あー、大航海時代みたいなやつですかね。昔やってましたけど、大航海時代オンライン、あの船カスタマイズしてとかできましたよ。帆船なんでね、基本は。ロード長えな。大航海時代始めたの遅くて、何も運べず沈没させられてすぐやめました。あれ、とりあえずなんか何番回して金稼げみたいなやつありますからね。そういうとこあるからな。初心者にはちょっときついだろうな。さあ、じゃあ出発しますか。あれ、待って、まあいいや。これでちょっと後ろの客車とかを見てみようかな。こうやって、あ、人乗ってるじゃん。ほら、おっさんどもが乗ってますよ。こんな感じでね。スモーキングって書いてある。
おっさんとこう別れの感じですよ。おっさんと別れる感じ、こんな感じ、別れを惜しむ感じですよ。誰だこいつみたいなこれいいじゃないですか。これ結構ね、あのスクリーンショット撮ると面白いんですよね。あ、これ綺麗ですね。ここのここも一発撮っときますか。こんな感じでおっさんの顔もバッチリ映っちゃってるよっつって、ね、こっちのご婦人ですか、ご婦人なのかな、お姉さんなのかな、花柄の、あ、花柄じゃないですかこの人。おかめみたいな顔して、あ、こっちにも乗ってる。あ、これあれじゃないですか、オードリー・ヘップバーン。こんなところにいたんだ。なんかこれ手怪しくないですかこれ手大丈夫これこのあ、みんな同じ感じ。この人はオカメですね、完全に山田花子みたいな顔してこれオードリー・ヘップバーン乗ってましたね。で次の、あ、同じ人が乗ってんだね基本ね。おっさんが乗ってて、あ、この人一人なんだね、このオカメは。なるほどなるほど。でこっからがメールって書いてあったよね。なるほどね、こうやってなんかあるんだ、荷物車的な扱い。メール、メールか。グレートウェスタン、セイントステファン。ここでも撮っときましょうか。こっち側の方がいいかな。なんかシューッつってるからな。こっち側に、いや、こっち側だな。こんな感じの方がいいかな。こうか、こうかな。これでちょっと煙を出したい。煙を出してみよう。あ、出てきた。蒸気が上がってる時に撮りたい。よしと。では発車しますか。よし、じゃあこのままボイラーの圧力を上げて。そっか、さっきと圧力のあれが違うね。220か。この辺でいいのか。でかい。おお、なんか余裕だな。さっきとはえらい違い。この余裕の走り。あ、さっきのおっさんとね、お別れをして。列車を見届けたいと思います。おっさん乗ってるあいからずこの SL の運転席の視点っていうのは見えないですね。こうやって顔を出さないと。そして音がうるさい音がうるさいんでこれにしましょう。それか、どれだったっけな、これか、これ、これなんだ。
これ選択できないのかな。パッセンジャーカーに今いるんだけども、これはダメか、いけないのか。前の世界の車窓から視点にしようかなと思ったんですけど、できないみたいなんで、これでいいか。これにしましょう。ゆっくりとね進んでいきますけども、カニチーズカシャッつってね、うまい。なんかいいですね、こういう列車が。しかもさ、このシートがすごいふかふかっぽい感じがするよね。もうちょっとスピード出せねえかな。よし、これでいくか。もっと盛大に盛大に行きたい。旅客列車なんでね、やっぱ盛大にスピード出していきたいですよね。やっぱさっきのとは全然違いますよ、この軽さ。伝わんないだろうな、伝わりにくいよねこれね。今上り坂なのにもろともしないこの加速。すごいなこの凄さが伝わらないんだよな。ほらこのスピードね唯一伝わるとしたら。あ、駅止まる、これどうする、駅止まろうか。じゃあ、あ、速度超過になってる、まずい。止まります。どれ、これにしようか。あ、やべ、オーバーラン、これまずいな。通過、止まると思いきや通過にする。あ、ダメだ、エマージェンシーブレーキ効かせてしまったので止まるまで解除できないんですね。じゃあここ止まりましょう、せっかくなんで。一回止まって一応ドア開けてみようか。あのおっさんとか降りたりするんだろうから。はい、今止まりますよね。よし、止まって、じゃあドアを、これ開くのかな。開いた、そうやって開くんだ。これあれじゃないですか、山手線より間隔短いですよ、ここのドアの間隔。ピーって誰が鳴らした今、車掌。では出発しましょう。圧力が、ここ難しいな、この辺か。よし、行こう。
お見送りがいますね。お見送りの乗ってねえだけじゃねえかっていうね。もうちょっと加速しないかな。上り坂なのにこんなに加速するとは素晴らしい。すごい加速するな。素晴らしいな。力強いね。車より遅かったけど、今車と同じぐらいですよ。競争、車と。よし、もっといける。もっといけるぞ。よし、車抜いた。早いな。次の駅が出てないな。終点まで22マイル。お、制限標識が近づいてきましたね。あと 1.5 マイルぐらい。下り坂か。速度制限が近づいてきてるんで、
水を補充しつつ石炭をくべて、今惰性で行ってますんで、あ、なるほどね、カーブなんだね。カーブが近かったので制限速度が、ここいいな、ここいいじゃないですか。ユイレーレ一駅運転してきました。え、トレインシミュレーターですか。ユイレーレ。次の制限が40マイルですね。上り坂なんだよな。スピードを落とさずに、制限速度まで行かないぐらいの感じで、ああ、 3DS の体験版、ユイレールってあれですよね、モノレールですよね。上り坂なんだよな、スピード落としたくないな。実写だけど画質が悪い。よし、ここまで来たら惰性で行けるでしょう。よし、今度こそはみ出ないようにしないと。お、いい感じじゃないですかこれ。割と
到着って、もうちょい前か、もうちょい前これ。もう少し前みたいですね。この客車が入るぐらいまで前に進みましょうか。下がってきちゃう。そっか、上り坂 1.5 だ。もう結構上るね、さっきよりは。さっきの CBSL よりは。ちょっとずつだけど、よし、ここだ。無音になったぞ。あ、ドア開けてないじゃん。忘れてた。あ、おっさん一人降りてきたよ、ほら。おっさん一人乗ったし、需要があるってことですね。はい、じゃあ出発しましょう。こっちか。ブルー扱っちゃおうか。あ、スピードすげえ落ちるわ。あ、そっかそっか、こうランニングにしてないからだ。こうだ。うん、やっぱ使おう、ブロワー使おう。
上がらねえ。これは大変ですわ。本当に。これとブレーキかかっちゃうんだよな。スリコを上げて、スリコを上げて、この辺で限界なのかな。もうちょっと上げられるか。これでどうだ。ここでギリギリか。これでギリギリ。36% 付近で 70% ぐらいか。ここ下がるな。トルクを稼ぐには出力を上げるとトルクは稼げないか。こうかな。これで徐々に上がるはず。
PUBG。 いけるかな。勾配がなだらかになりましたね。よし、ここを保とう。やっと平坦になってきましたよ。また 1.1 になった。駅が近づいている。1.4 ぐらいですか。あと惰性でいける感じ。
けるかな。いけそう。あと 0.28。ホームどっちにあるの？左か？左かな？上り坂だからこの辺で停車かな？どうだ、ホーム入ってるか。あ、入ってますね。結構いい感じに入ってますんで、ポチンと。長えな、これあと14マイルぐらいありますよ15分ぐらいでスムーズに行けば。よし、行くぞ。圧力は下がるんだよな、こうすると。上り坂ばかりで下りがないような気がするが。眠くなってくるなやってる人も眠くなってくるっていうこの謎配信、このカタンカタンカタンがいいですね。眠気を誘う。
がない。長いなあと10分ぐらいで着く予定なんですけど、ちゃんと着くのかな。途中駅止まったりするともうちょっとかかっちゃうのかな。あ、ここの先下り坂ですよ。早いんじゃないかこれ。結構出るね。結構スピード出るねこれ。こんなに出るもんなんだ。
そろそろ駅だぞ。難しいな。もうちょっと前か。この本は長いからありがたいですね。よし、停車。お、ドア。よし、発車。やっぱ下りは加速するね。
早い。あと3マイルまで来た。残りもう最後下り坂なんだ。かっ飛ばしてますよ。70マイル到達。放送機関車ですね放送機関車。あんだけ上り坂あったのに今度下り坂だけだな。残り 2.2 マイル。徐々に減速していかないと。ブレーキかけてみよっか。ちょっとかけすぎか。通り過ぎちゃう。通り過ぎちゃった。ああ。下り坂恐るべし。待て、なんか時間が経過してるけど止まってないよまだ。マイトンハラミルヌキア。あ、シナリオコンプリート。やった、やったぞ。ということで87キロ走ってきたんだね。87キロメーター。
へえ、長いわけだ。1時間、いや2時間ぐらいやってたよね、これ。もっとやってたのか。ということで、今回は無事到達しましたんで、これで終わりにしたいと思います。それではまた、さよなら。